F0 は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。あれはマイティガゼルだぜ。ターゲット高機動小隊。ガゼル、あの走りは普通じゃない。ガゼルは竜たちに死ぬ気でぶつかってきている。どうすればいい？なんとかかわしてガゼルを倒すわけにはいかないわ。そうなんだ、ガゼルはクランクだ。ジャック、もっとスピード上げろ。これ以上は無理だ。竜、ブルストファイアで奴を倒せ。ためらってる場合かよ。ファイヤガゼルにあのような無茶な攻撃を。私はそんな命令などしていないわよ。はい、それがそれは俺様だよ。ゾウだ。あんなポンコツ、ダークミリオンのために最後のご奉公をしてもらったまでよ。勝手なことを。ブラックシャドウ様に断りもなく。言っておくがね、俺は今までのゾウだとはわけが違う。俺に逆らうとどんなことになるか。何事かな。ブラックシャドウ様、ゾーダが勝手に。ガゼルのことか。はい、そのことなら分かっておる。え、うん、これからは俺の好きにさせてもらうぜ。よろしいのですか、ブラックシャドウ様。ゾーダにあのような勝手な真似をさせて。まあよい、好きなようにやらせておけ。ですが、奴は今に必要になる。それまでは。あんなやつ直す必要なんかないよ。そのままジャンクショップにでも売っちゃえばよかったんだ。そんなこと言うもんじゃないわ。彼悪い、違う。なんでかばうんだよ。ルーシーも EAD も危うくあいつに殺されかけたのにさ。それは。じゃが
キャプテンファルコンも思いっきりやってくれたもんじゃな。ああでもしなきゃこっちが危なかったぜ。俺テレビで見ていて竜があんなにだらしないとは思わなかったよ。まあ済んだことだ。それに奴はコントロールされてたんだしな。その通りよクランク、うん、ガゼルは悪くないわ。ダークミリオンに利用され自分の意志さえ失ったかわいそうな人なのよ。どうだかね。俺あいつは絶対信用しない。また裏切るに決まってるよ。それでどうなんだガゼルは。うまくいきそうよ。サイボーグガゼルは生まれ変わるわ。ってことは記憶回路を全て白紙ってことに。ええ。じゃあクランクのことも。今はね、敵からインプットされた記憶回路は全て抹消できたけど、彼の元の記憶もフリーズしてしまって今は子供みたいな状態になってるの。となるとしばらくは日常生活にも差し障りが出るな。誰か教育係が必要になるわ。俺はお断りだぜ。ジャックに教育されたら女たらしになっちまうわい。まあね。大丈夫なんですか？前のこともあるし。じゃあ俺がやるしか。いいえ、私に考えがあるわ。なるほど。最近ブラックシャドウ様の様子が一変したと思わねえか？そういえばミスキラよりゾーダに期待されているようだが。どっちにつくか、ここが運命の分かれ道だぜ。そうだな。怖いと言ってもミスキラーは女。女がどうしたの？マシンの陰でよからぬ相談していたみたいだけど、私を裏切ったらお分かりよね。それはもう、うん、お断りだよ。そんなこと小隊長が直々にクランクに頼みたいって言ってるのよ。俺あいつのこと信じてたんだ。それなのに小隊長の頼み断るの？だってさ、ガゼルは元はお前の親父さんと同じように銀河警察の立派な警官だったんだ。だからこそドクターも必死で彼を蘇らせたのよ。クランク、キャプテンファルコンもガゼルを葬るつもりで壊したんじゃないと私は思うけどね。そうかな。きっとダークミリオンの呪縛から解き放つつもりだったんじゃないのかな。うん、頼むよ。この通りだ。お願い。クランク、ありがとう。引き受けてくれたそうだね。ええ、彼は気持ちよく。そうでもないけどね。暴れたりしない？もう心配はいらないよ。ガゼル、この子がクランクよ。私、ガゼルです。よろしく。俺のこと覚えてないの？ああ、今は子供と同じだ。だから君が友達になって一つ一つ教えてやってほしい。じゃあ、今日から俺が先生だ。何でも言うこと聞けよ。わかりました。何でも言ってください。右向け右。はい。それは左だよ。まずはその辺を片付けて。どうする気だよ。この粗大ゴミどこに捨てますか？なんだと。それで今日もクランクはガゼルさんと？最初は嫌がってたけどね。でもあんなんでガゼルのやつ高機動小隊の仕事務まるようになるのかよ。そうですね、私も心配です。生まれ変わったのはいいんですけど、マシンを磨けと言われたら。何するんじゃ牛のマシンを。オイラを見てくれ。確かに EAD もマシンに違いねえや。それだけじゃないんです。重みしましょうか。いいのかい？はい、上司には力いっぱい誠意を示せと言われています。ああそう、じゃあお願いしようか。すっかり純粋無垢のサイボーグちゃんになって。だい、力いっぱい頑張った。気持ちよく眠っている。それで本部長さんは？骨折れちゃいなかったらしいけどね。ガゼルには何をされるかわかんねえよ。でもクランクに教育係をさせるなんて小隊長も考えたものですね。スキンシップが取れるといいが。あの二人どうしてるかな？
いいかい、教える通りにやるんだ。はい、クランク先生。これ私のマシンですか？そうだよ、これがガゼルのマグネット。レッドガゼル専用のキーであらゆる情報が入ってるんだ。通信にも使える。ほら、こちらクランク、どうぞ。どうかしたのかね、クランク。ただいまマグネットのテスト中。ジョディ小隊長、本日晴天なり。ガゼルの頭は能天気。遊んでないで、いい加減にマシンを発進させなさい。どうやら記憶は失ってもマシンの操縦は体が覚えているらしい。クランクのことも体で思い出してくれるといいんだけど。二人はもう馴染んでるよ。あとはいつクランクに本当のことを話すか。問題はガゼルの方だ。何か強いきっかけでもあれば親子の絆が、まあ焦ることはないか。だから言ったろ、何でもかんでも捨てるなって。どうしたんだ。仲良くやってると思ったのに。何があったの？ガゼルのやつ、俺がブースに置いてた大切なペンダントを捨てちまったんだ。え？あのペンダントには親父との写真が入ってたんだぞ。形見なんだぞ。どうしてくれるんだよ。クランクが片付けろと言った。大切なものとそうでないものの区別もつかないのか。まあまあまあ、そう怒るなって。間違いは誰にだって。そうよ、今日はゴミの日じゃないから集積所に行けばまだ大丈夫よ。ない、かわいこちゃんの電話帳。え、あ、やだ、今朝買ってきて飾ったばかりのお花がない。どうしてくれるのよ。ガゼル、てめえ許さねえぞ。そんなもんよりペンダントが大事だろ。探してくる。俺も行く。あった、俺の電話帳。ダメだこりゃ。もういい、どうせ出てきやしないよ。ガゼルはどこか他のところに捨てちまったんだ。こんなものをクランク、なぜ大切にするのか。ガゼルがまた何かやらかしたのかね。あのポンコツ、なんとかしてくれよ。こっちたら振り回されっぱなしでやってられねえよ。ドクター、本当に大丈夫なのか。そんなこと言うものじゃないわ。本当の自分を取り戻すまでには時間がかかるんだよ。記憶喪失の病気だと思ってちょうだい。じゃあガゼルがクランクの実のお父さんだってことも時が解決してくれるんですか。今の本当？あのな、クランク。嘘だ、ガゼルが親父だなんて嘘だ。クランク、ロイはね、俺の親父はサイボーグなんかじゃないや。あんな冷たい機械なんかじゃないや。親父はあったかいんだ。賢くて立派で偉いんだ。クランク、お前なんか嫌いだ。ガゼル、なんでもないんだ。ガゼル、リュウ、これを見つけた。今まで探してたのか。君の本当の名前はロイ・ヒューズ。クランクは君の息子だ。ロイ、クランク、息子。今の君に言っても理解できないだろうが。クランク。リュウ、パートのおっちゃん。心配したよ、帰ってこないから。
一晩中マスターと探したんだぞ。あれ見つかったの？ガゼルが見つけたんだよ。え、ガゼルが？キラーはゾーダが出ないこのレースで一気に女をあげるつもりだぜ。そうだな、ガゼルの二の舞はごめんだが、ここは一応ミスキラーのご機嫌を取っておいた方が無難だ。先陣を切るのはなんとバイオレックスとオークトマン。その後ろにザ・スカルのソニックファントムが続く。何かの作戦か？ガゼルはどうしたんじゃ。ガゼルのことが気になって見に来たか？そんなんじゃないよ。残念だが彼をレースに出すのはまだ早い。クランクが面倒見てくれないんでガゼル寂しそうだったわよ。じゃあガゼルは本部で留守番だよ。ミスキラーを勝たせるつもりか。封鎖作戦に出たようです。これは面白くなってきた。リュウスラクどう切り抜けるか。このままじゃ敵に賞金持ってかれるぞ。分かってる。邪魔はさせねえぞ。リュウ、ブーストファイヤーでぶっ飛ばせ。ブーストファイヤー。あれはガゼルだ。そんなはずは。やつがまた裏切るなんて。ガゼルは治ったんじゃなかったのか。やっぱりあいつは敵のスパイだ。ガゼルのバカ野郎。危ない、クランク出るな。ガゼルよく戻ったわ。竜たちを叩きのめすのよ。ガゼルが火星に来た。やつはまだ味方だったんだ。竜をやっちまえ。裏切ったわね。これでもか。父ちゃんの胸、大きくてあったかい。父ちゃんの胸だ、あったかい。クラク、父ちゃん。レディースアンドジェントルメン、ここからが本当のショーの始まりだ。みんな仲良く地獄に行け。まとめて吹っ飛ばしちゃうぜ。早くこっちよ、クラク。なぜ。クランクとガゼルが、開けろ！父ちゃん、死んじゃやだ。
ても君のお父さんは私が必ず蘇らせてみせる。必ず、必ずな。流した涙もこびつく痛みも全てを掲げて胸を張りたい。どんなに小さな存在価値でもマスク前だけ見据えてみせる。いつか見た違う場所たどり着くは奇跡まで飯食って帰ろうぜ。おい、どこだ。ピカキラリン。あれ、なんだろう、あの光は。あ、リュウ君。ジャック、その姿は。ついに告白する時が来てしまったようね。ゲゲ、今まで隠してきてごめんなさい。私はエグゼル界のプリンセスマジカルレビンちゃんよ。次回エグゼルファルコン伝説、ファルコンの告白、君の心にブーストファイヤー。やあ、今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。吹田市ペンネームレインボーさんからとっても可愛い質問が届いてます。キャプテンファルコンの好きな食べ物は何ですか。はいはい、先生、キャプテンファルコンのことは何でも知ってますからお答えしましょうね。それはあれです、蒸した大豆を藁に包んで発酵させた糸を引くあれ。あ、ちなみに先生も大好きです。粘り強さと何事も諦めない精神力が養われるんですよね。ファルコンハウスのメニューにもあれのカレーがあるんですが、リュウさんは苦手らしくて食べてくれません。残念。え、嫌いな食べ物は何かって。椎茸。それではごきげんよう。